すごい。昔の船の積み荷目録だ。まだ結構綺麗だぜ。おい見ろ、これだ。エスペランザ号、出港地ペルーのキヨ。金の延べ棒800本、銀1200、エメラルド、金のマスク、装飾品。あら、16世紀のスペイン語が読めるの？ただの墓泥棒じゃないってわけね。あったぞ、金の像、重量20アロバス、200キロ以上か。探していた像はこれだ。これ、そう、これだ。なんか気味が悪い。あとは真っ白だ。誰かからのプレゼント？何が？ああ、この指輪か。そう、プレゼントだ。てっきり女性なら誰でもいいタイプかと思ってた。そんなんじゃない。これはフランシス教の指輪だ。代々先祖から伝わってる。シクパルビスマグナ。偉業も小さな一歩から、彼のモットーだ。日付を見てみろ。1月29日、1596年。彼が亡くなったはずの日の翌日だ。待って、この数字は何なの？座標だ。なんとパナマ沖のね。ああ、それで棺の場所。ああ、その通り。フランシス教はこれを残して正確な墓の位置を知らせたんだ。それに気づくなんてさすがね。おだてても無駄だ。冒険は終わり。この島から脱出する。まあ、これはいただいて、エルドラドの旅も終了だ。
あそこにある。入り江の反対側だ。行こう。ねえ、こうしな。私、ここであなたを待ってるから、ボートを取ってきてよ。オーケー。何を企んでる？別に。ただ、もう少し景色を撮りたいの。大丈夫よ。わかったよ。絶対ここにいろよ。絶対だ。ついてねえぞ。どんな感じだ？Yeah.